マック一陣ラーイ。みなさんこんにちは、オルタちゃんネットです。ウェイチョイジョンです。ダイガです。ケイちゃんです。オクンです。マキです。ということで、人狼企画でございます。2本連続撮影してる。昨日からだと3本目の人狼企画です。すごい撮影。3連続、みんなもう今プロ級の腕だと思うんで。確かに。もう邪魔せますよ。そんなことないのよ、人狼については。一番もう上手い状態でね、臨むと思うんで。今回シンプルです。前回ローソンで全員一致を阻止する人狼を見つけるってやったんですけど、はい、それのマックバージョンです。なるほど。はい、それで一人だけの人狼が6人揃わないようにずらしてください。お題に沿った商品を買ってくれってやつですよね。そうでございます。前回相当問題作でしたから。前回が誰だった？人狼は渋ジャパンだったんですよ。えあれただケイとトモくんがとんでもないことをしてる。あ、奇跡が発生したやつ。やらかしい。簡単だったよね、あれ。なんかすごかったらしいですね。いやいや、なんで他人事。抹殺すべき市民。やばかったよね。かき乱してくれたんだよ。まああれから結構時間経って僕らも人狼の腕上がってますから。うん、頼みますよ。あれから反省して、うん、そっから反省の期間が終わり、うん、やっちゃいますよ。あー、開けてんじゃねえか、反省。また同じ過ち繰り返しそうじゃねえか。あ、で、お題発表したいと思います。はい、お題4つです。1つ目、ハンバーガー、うん、2つ目、サイド、3つ目、ドリンク、そして4つ目、スイーツでございます。なるほど。まあむずいね。前回よりかむず、うん、幅が狭い。そうっすね。マッカだけど単品で抜けてる、めっちゃ珍しいっていうか、2つぐらい2大巨頭とかある。そうなんです。確かにね。そうあるね。ちょっと面白いかもしれない。考えること多いですね。そうそ う, そうね。じゃあそれではもう早速引いていきたいと思います。はい、任せてよ。いやー、もう久々に人狼やりたいぐらいだもんな。法則は KK が選ぶやつ人狼になりがちだね。で、KK がやっぱこっちにするってなったのを俺が取って、前回人狼だった気がする。あー、じゃあ KK のファーストインプレッション。ちょっとそう、意外に感覚あんのよ。それを俺選んですか。それで実はね、KK どっち、こっちが人狼だと思う。あー、じゃあ俺これ引かせて。じゃあもう俺始め、なんでもいいし。まあ俺あんまり。じゃあそれでは、それぞれ見えないようにお願いします。せーの、うぅぅぅはい、誰か一人ごまかしてるよ。はい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 、いやもう嬉しいっすか。いや、引きたかったよ、マジで。な、全然外れてんじゃん。すいません、もう全然今日冴えてない。すいません、自分で取ってしまった。自分で取ってしまった。自分で自分でややこいことになってる。じゃあということで、それでは買い出しいきますか。はい、はい、せーの、ゴー。オルタナチャンネル、まず一つ目、ハンバーガー。イエーイ。これが、これが炙り。むずいよ。いや、もうこれやばいよ。これはもう、あ、もうザって言ったら一つだから、揃っちゃったらもう人狼負け。もう、確かに。もう、揃えたらいいです。うん、じゃあもう、はい、はい、正解が続くと思うんで、はい、行きたいと思います。はい、はい、私、ナイトが買ったのはこちら、じゃじゃん、ビッグマックでございます。ナイトさん、はい、背中を回してもらってます。うお、ビッグマック、さすが。これだって散々言ってますよ。もうザだよね。ザですよ。何言うかと言われたら、ああ、もう正解出してます。市民です。なるほど、ね、市民です、ね、あれね、ビッグマック。ああ、おー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 おい、ザザザザー。やばい、イージーすぎたか。ザザザザー、イージーすぎた。うん、これ謹慎してもいいぐらいでしょ。そうだね、それが砂迷惑。うん、そうだ、そうだったわ。ハンバーガー。おお、やば。嘘でしょ。やば。ちょっと待って、おかしいよ、みんな。はい、みんなおかしい。はいはいはい、もういいって。マジでもう、何だ、しらけちゃうっすね。もし市民だとしたら反省してないね。だるー。これはもうやめてください。こんなのは禁止事項っす。 KK ちゃんと反省して。そうですよ、あのローソンの一件から反省してチューニングしました。だってマックで皆さん一番最初に食べたものってハンバーガーでしょ。あんま食ったことないですよ。OK、 ちょっともう打ちのめしてあげて。音聞いてください。はい、この音。はいはいはい、フィレオフィッシュです。はい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 、はい、人狼、はい、奥田さんもするわけない。はい、一応聞いてみようか。渋谷さん頼むよ。音聞いてください。オッケー、ビッグマック、ビッグマック、ビッグマック、
人狼マジでさ、やばっていうか、マジでビッグマックと思わなかった、正直。そう、あの2人でしたね。正直、テリヤキとフィレオフィッシュ。だって2人の好きなやつそれじゃないですか。いや、それはあるけど、じゃあ全員で揃えるってなったらビッグマックは真っ先に思い浮かばない。えだってローソンは何で揃えました、おにぎり。ツナマヨですよね。それとかって内藤さんに合わせてることじゃないですか。で、それとも僕たちで考えたんですよ。はい、違います、違うんだよ。あのですね、全員で揃うってなったら照り焼きとフィレオで分かれるはずなんですよ、絶対に。全員6人一致ってなったらビッグマック一択になるはずだよね。そう、もちろん渋ジャパさん、内藤さんが好きなその2つ出てきた、はい、分かってます、それ分かった上で揃えるんだったら何ですか、ビッグマックそのオルタの中のポピュラー、でもこれで出てきたってことは、そう、まあだから要は2軍にいるっていう考え方ですよ。そう、2軍にいる。人狼だった場合行きづらいのよ。で、ハンバーガー、もうこれやばい。これはもう、これやばい。ずらし、うん、それは分かってます。これはもうついてる、分かってる、分かってる上で置いといて、二人を今尋問してます。そう、だからこれが一番人狼ムーブなんでしょ。そう、二つ怪しい。ハンバーガーはもうただのやばいで片付けれるし、そういうことで片付けれる。逆にもう行っちゃってるっていう、その考え方ができる。この二人がそれ選ぶかっていう、オルタナといえばみたいなところで考え、ごめんなさい、ほんとに全く柴さんと同じ考え。それはビッグマックは奥君のイメージだったから、まあ内藤で合わせようかなっていうのでフィルム。ですよね。いや、これなんで一番出てきた回数が、そう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 、それだけど、でも絶対照り焼きと割れるじゃん。レベル的にはどんぐらいやばいですか。俺正直、いや、やばいかで言うと、その人狼感がすごいんですよ。ああ、そう、そのフィレオフィッシュっていう理由もしっかりある上で、やばいな、ちょっと愛はしないだろうなっていう、そのなんかね、マジでやばくはないんよ。そう、全員一致となると、6人一致を目指すんだったらビッグマックになるっていう、ビッグマックの方がこう、安牌。ぶっちゃけどうですか、その全員本当にその理屈、いや、そのピタッと揃ってる。いや、ちょっと喧嘩しないで、喧嘩しないでください。その役しかない、もうその役しか残ってない。あんま争わないでください。いやー、まあそうか、まあ1回目だ。そうそうそう、1個目ですか。そう、1個目。まだこれはね、ちょっと3種類あったってことだもんね。そう、フィレオフィッシュ、テリヤキ、マビ。え、あとぶっちゃけ食べていいんですか、これ。食べましょう。食べてましたよね。食べましょう、食べましょう。落ち着きました。食べたいんで。しゃぶしゃぶさんは、なんかそれ食べたかったから買ったっていう気持ちはある。1問目だから、でも2問目で炙り出されると。シンプルにやっぱトモキはやばい。分かる、2択でした。ビッグマックと。そう、やばすぎて深掘りしてないだけで、断トツでやばい、今のところ。これはビッグマックと2択でしたので、フィレオフィッシュはおかしいと思います。え、こっちみたいな。ビッグマックと2択だったらビッグマックいくんじゃない？ね、そうそうそう。それは絶対そうです。ね、でもなぁ。でも、若干そのやばいムーブ前回、好評だったじゃないですか。好評だったんだよ。かなりコメント欄でも面白いと。はいはい。動画もなんか伸びてましたけど。うん。美味しいと思って、美味しいと思うんだよ。市民で美味しいムーブしてる。市民美味しいムーブ。マックの最初にできたメニュー、これで合うと思いましたよ。本当だって、これ本当だって。だからそれずれてるんですよ。きついきつい。いや、もう分かる。もう二週目よ。オルタナチャンネル。じゃあ続いてサイドでございます。はい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 。これはね、正直二択だったんだけど、まあこっちの方が強いというかだろうなっていうので、二択。ポテト。ありがとうございます。ポテト。ナゲット。うわぁ、あぁ、ポテト、ポテト、ナゲット。うわぁ、ですよね。これはやばい、やばい。いや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 、一番わかりやすい人狼は二択って言ってて、どっちをオルタナ含め自分でも食べてるかって考えたら、そこなんです。絶対みんな毎回ナゲット食ってる。ナゲット、ナゲットのまま出てる。その理論ってフィレオフィッシュの時否定された理論だ。さっきのマック一致するじゃん。はいはい、違います違います。さっきのビッグマックの話と違います。さっきのビッグマック一つ抜けの下二つだったんですよ。今回はサイド、上、頂上二つのどっちかって話なんですよ。いや、一抜けでしょ、一個。いや、頭一個抜けてますよ。いや、でもシルの二択って言いましたよね。だけど、さっきのよりかマックといえばポテト、あの、マックの商品の中でも一番ぐらいだから、これ正直抜けてる。二択って言ってたよね。どっちが揃うかって、多分投げて揃うことはないんですよ。誰がポテトいくから。だけど、ポテトナゲットで揃っちゃうことは正直ある。そうそう、いやいや、なんかこのやつだ。いやいや、それはあれですよ、ナゲットで揃っとると思います、私は。弱いの言ったっすか、それ誰が言ってる、誰が言ってる。全く同じ、全く同じことが言える。そんなポテトで揃うことこっちないと思ってるけど、ナゲットを選ぶ。いや、そんな考えはないって。だからこの二択で、ここのメンバーがいつも食べてるのこっちじゃんって、こっちの方が多いじゃん。絶対、じゃあセット頼むときどっちにしますかって言ったら、みんなナゲットでしょ。ナゲットです。え、ポテト。え、ナゲットの方が多く出てますよ。いつもここに並んでるのね。だから俺たなんて、いつもここに並んでたっけ。いつも撮影前に結
ケータリングで、ナゲットの2人を非難はしないでほしい。一旦あのフラットに見て。フィレオフィッシュの俺らに同じこと言える？そうなのよ、ね、めちゃめちゃ非難してる。本当に同じことだよ。俺はでもフィレオフィッシュの時はフラットに見た。最後は最後だけやん。さっきのフィレオフィッシュみたいなことないね、言ったらほんまに。そうそう、だから俺しかずっと一貫性がない、うん、まあ確かにそう。まあほんまだけど、タイガは、タイガさん的にどっちの方がぶっちゃけ揃いそう？だからポテトで揃いそう。絶対ポテトですよね。いやいや、そうそう、だからそのレベルサイドメニューとか関係なく、マックといえば何ですかで1位ポテトなんですよ。それが、そうそうそう、そうだそうだ、それが世の中の票なんですよ。人気票。だからさっきので言うと、ビッグマックがじゃあ世論じゃんって話で、今ナゲット乗ったらちょっと結構オルタナの中でっていう話をしだしたん、それがさっきのフィレオフィッシュの話になっちゃうんですよ。はい、うわーすごいまとまってる。オルタナの中では内藤さんが好きじゃんっていう。そうだから2人がちょっとさっきと逆になっちゃってるんですよね。ここはじゃあ一旦ごめんね、ごめんね。確かにポテトだったかもしれない、うん、言われてみたら。だからちょっと次の3回戦目でまた見よう。じゃあ続いてドリンクいきたいと思います。いただきます。これはもう 100% です、もう、はい、俺の疑いがゼロに戻ると思います。これしかないでしょ。こちらコカ・コーラ。これはもう普通に王道のコカ・コーラでございます、うんうん、はいはいはい。もうマックといったらもうこれしかないでしょ、うんうん、いうところでこちらを提出させていただきます。はい、はい、私コカ・コーラです。はい、ナイスさん帰ってきてくれてありがとうございます。はい、戻ってきました。よかったです。そうだよね、はい、見せなくてよかった。よかったよかった、うん、じゃあ続いてこの流れでいきますか。はい、私はこちら。お、頼むよコカ・コーラ。よし、よかった。なるほどね、ビッグマック3兄弟戻ってきた。よかった、戻ってきた。よかったよかった。俺たちは間違いないんだ、やっぱりビッグマック3兄弟みたいな。それ同盟あれなんすか、そのなんか。もうビッグマック3兄弟ないですか、それ。一旦ね、離れたかと思ったら戻ってきたよ、ビッグマック3兄弟。よかった、安心した。怖かった、俺一回。さあ、兄弟になりたいやつ入ってこいよ。来いよ。僕が頼んだな、こちらです。オレンジジュース。やばいわ、やってるわ、やってる。これもうやばい、暗いわ今日。これはやばいや。俺ほんとコーラはマジおかしいと思う。オレンジジュース。ほら、いやいやいや、やばいぞやばいぞ、一気に。これでもちょっと言い訳というか、ほらほら、ほら、いや違う、3人やばいわ。いや、ありがとうございます。俺らはやっぱオルタナの動画でちゃんと共通意識あるっていうところでやってます、うん、さっき違うじゃん。さっきポテトはみんなで合わせる。もうオルタナの動画でめっちゃやってるから。まあいや、それはナゲットは、違う違う、そっちがずれてるけどこっちは一貫してオルタナですよ。いや一貫してなかったよね。さっきのやつはマックのっていうのはポテトが有名でしょって言ったけど、いや違う違う違う、いや俺だからずれてるよっていうところですよね。俺以外全死刑でいいっすか。あー、全部正解。いや、同盟を組んだらもう人道炙り出せないから。そう、人道目とかやる。それはもう偏見だから。確かに、まずトモ君はオレンジジュース行った時点でちょっと人狼じゃない可能性出てきてる。ほら、え、あ、そっちですか逆に。いや、人狼の可能性。そう、これは逆にそっちかなと思いました。ラッキーと思ってるっていう。身につめる。ほんと行くかな、人狼だったら。結構怖さあるけど。マックでコーラって、まあ世論はそうかもしれないけど、オルタナっぽくなくないですか、コーラの。いや、めちゃくちゃわかるな。人狼経験者から言うと、うん、やっぱ合ってる方が怪しいのよ。それある、これはマジで。ここまで来ると、そう、ずらす勇気ってほんとないのね。だから自分は一致しに行くっていう役になりきっちゃったら逃げ切れない時あるのよ。ってことが人狼ってこと、まさに。ってことは今全部合わせてる人が意外と怪しいんです。意外と怪しくもある。タイガも意外に怪しいと思う。意外と、フラットに見ないとってことだね。一番負けないやり方が多分合わせにいくことだと思う、人狼が。あ、確かに人狼は外す方が怖いんだ。でも外す方が怖い。なるほどなるほど。正直どのくらい思い浮かびました？僕は確かにコーラとオレンジジュース、うん、そういう迷ったから、うん、なんかやっちゃったと思いました。そう、1、2、3で来た時に、うわ、やったと思って。あ、一人だけになったら。そう、うわ、これもう完全に人狼マークだって思っちゃいました。俺もオレンジジュースの選択肢あった。まずオレンジジュース探したんだけど見当たらんかったよね。あ、じゃあオレンジジュースにしたかったってことですよね。オレンジジュースが入ってたらオレンジジュースの可能性。いや、こっちの相手。いや、今めちゃめちゃおかしいこと言ってます。あれあれあれ、でもすげえ変な話すると、うん、今考えるとですね、うん、オレンジジュースで揃うかって言われると、その誰かがコーラ行く可能性は。そうだ。でもね、トモ君が絶対オレンジジュース行くと思っちゃって、うん、だからそのオレンジジュースじゃないと揃わないって未来も見えちゃったんですよ、なんとなく。そうだ、俺もそれを見えてた。多分トモキオレンジジュース一人で買ってきて、でも他の人はコーラだろうなっていう。あー、確かに。まあそのコスもあるか。なんかトモキに合わせに行くリスクの方が高いなっていう。少数派になるだろう。いや、でもほら全員がそう思ってたら揃うじゃないですか。市民が勝ちになるじゃないですか。
でも何に合わせるかっていうと、やっぱメジャーなところで合わせに行くと思うから。あのね、うん、さっきのポテトの話もありますけど、うん、世の中の1位とオルタの1位あるじゃないですか、うんうん、どっちもあるんですよ、うん、でもどっちがでかいかが毎回あるんですよ、うん、そうだね、そうですね、しかも回によって変わりますよ、ね、そう、回によってどっちがでかいかが変わるって、ね、うん、むずいんですよ、うん、でもこれで言うとコーラの世の中の表の方がともくんのオレンジよりでかいんじゃないかなって俺は思った。なるほど、オレンジはもちろん思い浮かんだけど、うん、世の中のコーラの方がでかくないっていう。今もうラストじゃないですか、次ラストです。今のうちに怪しい人を一応言っとくってことですか、うん、確かに。ちょっと目星つけて次出したもので確定になるかどうか、はいはい、一回指差ししてます。いやー、むずいな、今回むずいな、ちょっと仮でね、そう、仮っすね、仮ですから、正直ちょっと感情入っちゃってるんだこれ、うん、直感で、はい、せーの、ナイトに渋谷に、おっくん1、タイガ1。おお、やばいよあれ、トモキ刺されてないよトモコはただただもうヤバいヤバい、そうそう、俺そうヤバいやつ、俺なんかもう滑り止めみたいな感じ、そう、迷ったらトモコ誘って思うぐらいヤバいから、うん、結論でトモコはもうシンプルにヤバいだけで、だって俺刺してるのマジヤバい確かに、タイガさん、何も分かんない、これタイガさんだった時俺はすごい称賛されると、あ、確かに、でもね、確かに唯一言ってるからね、でもそんな未来ないけないの、ないの、渋谷さんが言ってた、ここまで俺たち人狼重ねてるともう紛れ方を知りすぎてるから、そう、逆に木をてらったものを出してる人のが安全、まあ、確かに、だから純粋な感じがするんですよ、ね、ヤバ市民っていう、それで言うと俺の人狼の前回の気持ちは紛れてちょっと口数減るのよ、うんうん、もう何も波風立ったくないから、ね、あー、なるほどね、そう、そう、分かんない、それはちょっと分かんないよそれはちょっと分かんないよ確かに、一時させて後ろ一歩引いてめっちゃ分かる、フラットずらするんですよね、そう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 、俺その顔してたもん、そうだ、違います、トモキに隠れてちょっとよく静かにしてる、いや、言えることが少ないからですよ、ただ、普通に会ってそう、俺も口からさ、あー、違う、タイガさん、ごめんなさい、待ってすみません、ちなみに内藤さんは渋ジャップさん何でですか。俺はやっぱり紛れてるなっていう、うん、やっぱさっき経験でも言ったけど口数少ないかなっていうのは思って、あと俺の人狼の時はこうだったっていう解説を結構してるなと思って、なんかそれがカバーに見えるっていうか、逆張り的な、そうそうそう、俺が人狼の時だってこういう動きしてたわみたいな、わかります。結構誰でしたの、渋ジャップさん。ちょっと怪しいっす、俺的には。もっと紛れると思う、もっと王道を何食わぬ顔でいくんじゃない、シンプルにミスってるですか。ケン君ってこういう時って人に振ってから自分が喋るタイプでしたっけって今ちょっと一瞬思いました。あ、まあ、なんかはいはいはいって言ってなんかですよね内藤さんとかって言いそうなタイプだけど、なんか今日は割と確かにちょっと涙目になってる、ちょっとちょっと涙あれなんでめっちゃ涙出たの。いやもう森保監督寝不足だね。いつももっと自分が人狼じゃないって否定して、わーうわじゃあ市民ですみたいな。ああ確かに。ああだから言う違うんですよ。あんま俺責められてないからです。俺が責められたらその感じで、まあ、チキンナゲットの時は結構わーってなったでしょ。まあそっかそっか。まあ、いやいや、お前がいいよ。じゃあもう次最後っすね、はいはいはい、いやなんかヒントが少ないな、最後もね、ちょっとむずいのよ。チャンネル登録よろしく。じゃあ最後、スイーツでいきたいと思います、はい、一回俺が正解出していいですか。おもれおもれ、それからずれてたらちょっとやばいから、確かに、やばい、怖いな、これが世の中の声、これでずれてたらやばいわ、一気に四つ目のスイーツ、はい、マックフルーリーオレオです。さっきの理論で言うと世の中のナンバーワン、正直圧倒的なものってないと思うんですよ、マックのスイーツで。でなるとオルターの圧倒的なもの、渋ジャパさんのマックフルーリー事件、事件というかもうあれは早食いのね、早食い勇士、めちゃくちゃ早かった、めっちゃ印象あるでしょってなるとやっぱオルターのイメージっていう方が勝つ、これはレベルなんじゃないかなっていうのでマックフルーリーこれで全然違ったら面白い確かに、早いから大スピーチして大スピーチしてあーみたいな、確かに今んとこおーって人いたよもいないから、ワンチャンありえるかもしんない。あと渋ジャパさんいいっすか。はい、俺の中では一番、はい、疑ってない。おお、はい、そうなんだ。アップルパイです。渋谷君アップルパイ、はい、聞いた。これはまあまずフルーリー溶けるなと、食えないなと、でホットアップルパイ行きたいなっていう、
単純に食いたい願望。あれだ、わがまま渋ちゃんの日ですか。今日たまにあるやつね、たまにある全部食いたくしちゃう。30超えてそんな日ダメよ。30超えてんだから。食べ物企画ない時は食いたいから。たまにありますもんね、そういう日。今日わがまま渋ちゃんの日。わがまま渋ちゃんで。でもくるりと悩んだけど、甘いな。ホットアップルパイの方が結構長いからっていう感じだけど、違うの？他にもいいってこと？僕もはい、きたー、みんなやっと待ってくれた。アップルパイはデザートの俺も歴史で、突出してるっていうのは難しいけど、歴史で見たらこれがずーっとあるなっていう、期間限定とかじゃなくてっていう。アップルパイでしょ、そりゃ。いやー、これはアップルパイぜ、いいよ、いいよ、いいよ。僕は、フルーリーです。あれ、僕はかなりずっと一貫してて、オルタナで印象的なものっていうところから検索してるっていうのがもうずっとそうです。これはまあ、そのタイガさん言う通りイメージあるじゃないですか、早く。まあまあそうだね。だからちょっと正直もうこれ、これとしか考えられなかった。まあ、まあ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 、確かに。あれ、どっちでもないことある。ここで何が出てくるか想像する。うわ、何、何出してくる。正直アップルパイがこれですよ。まあそうだね、本当に二強。他にあったっけ。まあでも、でも確かに可能性ある。しかも K 君だからね、前回もミラクル起こしてるから、いやちょっとじゃあ出していただきましょう。いやマジ何が出てきてもびっくりしないから。スイーツじゃないやつ来た。あの、一個だけ大きい声だけ出さないでください。赤ちゃんで、何その注意事項。今の時代で言ったら、結構これ世の中から支持されてるんじゃないかなって。三角チョコパン。まあまあまあ、なるほどね。それは分かる。でもそれ一企画でいくかね。いやいや、赤ちゃん寝てないでしょ。近くで赤ちゃん寝てないでしょ。C じゃないな。三角チョコパンは期間限定のイメージが今もうオリジナル。あ、そうなの。シンプルに贅沢。ありがとう、聞こえ出さなくて。でも行かないもんな、人狼だったら。そうっすよね、ちょっと危険すぎますよね。危険。何と迷った。アップルパイ。怪しいな、なんか今のとなんかちょっと笑ってない。アップルパイっていう時、アップルパイ俺大好きなんですよ。でもなんで行きゃいかなかった。いや、俺の好きよりも世の中のなんか、え、今のイメージみたいな。マジだって。アップルパイと2つ並んでて、一致企画でね、一致企画で今リアルに半分アップルパイ買ってきてる。そうなんですよね、時代で見ればよかった。移り変わっちゃったかなと思って、もう今三角チョコパイの時代に。その自分が好きだったのがアップルパイって言ったのに三角チョコパイを選んだ理由。一昨日食ったんすよ。なんか結構そのなんか反応笑ってんだよな。いつも一昨日なんのよ、なんで。いつも記憶が一昨日から。いつも絶対一昨日なんで、昨日じゃないんですよ。いやだから週末に食ってんすよ、だから。ケンケン人狼じゃない。人狼じゃないっすよ。なんかやマジで。ケンケン人狼の時コイン笑いがちだもん。マジで。なんかもっと違いますよみたいな。じゃあ本当違うんで、本当違うんで。そう、マジで信じてくださいって。じゃあ俺が人狼だったら。土下座しますよ。笑っちゃって笑っちゃって笑っちゃって。マジでちょっと今処刑もされるし土下座もする可能性あるから。いやマジで、あの今マジで心の中で笑ってる人マジいます、ほんまに。ガチ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 で、マジで心の中で笑ってるわ。誰か前回のローソンの時も同じようなこと言っとったな。それで実際市民だった時あった。ああ、言われて今そういうマジでみたいな。ああ、ちょっとケイちゃん出しました。ケイちゃん出してきたから、市民ケイちゃん出してきた感じある。残り1点要素。さあ、他のローソンも一応見て。俺はマジ市民です。しぶちゃんさん、誰が怪しいですか。俺は KK、おっくん、内藤。内藤もうまいから完全に紛れ込むって決めて紛れ込んでる感じ。一番うまい時のパターンですよね。内藤さんって人狼でも人狼じゃなくてもそう見えちゃうのがちょっと悔しいですよね。そう、うまい。そうね、勘違いされんな。この前もで、おっくんは俺のフィレオフィッシュここに置いてあったの一瞬見たのよ。リンゴみたいな。ガチのリンゴみたいな。海外のリンゴ。アップルパイ。アップルパイ。そう、これで申し訳ないけど上をパイプでいけるよ。すごいな、残り1分それで使うかい。おい、なんでパイの上側だけ。待て待て待て、ねえねえねえ、待って待って、人狼を決めないと。気になる。おい、気になる。もう一回だけ。終了。終了した。何これ。やられた。やられたよ。めっちゃ怪しいよ。何だよ、逃げ方。逃げ方じゃない。逃げ方じゃないよ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 。逃げ方違う人じゃない。だから俺は食い方おかしいけど、あとは俺は渋谷刺してたんだよ。だから渋谷はだからその人狼ムーブで
いや、経験怪しいとか、人狼の時俺こう動いてたみたいなのが新しい動きとしてやってるのかなっていう、まあ今まであんまやってなかったですよね。そう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 、なるほどね。いやー、ということで時間過ぎたんで、いやー最終、いきますか。グッドポイントー。じゃあせーので、はい、一人指さしますか。はい、いきます、せーの。はい、KK4、 うわ、負けてるわ。奥君1、友君1、負けるわ。ということで、今回処刑するのは KK。 どうなんだろう。じゃあそれでは発表していきたいと思います。 KK は人狼でしょうか。人狼じゃないです。うわー、ど市民。なんで、なんで、なんで、今見た目なの、こんなに。やっぱりケイ君、なんでなんで今日笑ってたの。なんで今日いつもと違うの。あの、なんか朝起きるのめっちゃ早かったんですよ。だからです。なんかおかしくなっちゃったの。早起きしすぎて。いつもなんか変わってるのかな。反省しすぎてなんかおかしくなっちゃったのか。ケイ君じゃないの。そう、最近そのローソンの一件あって、あれ以降こうね、無駄にこう行かないようにっていう意識がちょっとどっかにあるから。そう、自分らしくなくなっちゃった。なるほど、自分らしくなくなっちゃった。うわ、ごめん、マジマジか。誰、今手挙げてみんさい。俺あぶり出せる。はい、トモキ、奥山、兄ちゃん以外よ。兄ちゃん以外じゃん。結局、ええ、最後に救ってくれるのは兄ちゃんや。これで兄ちゃんの人狼だったらやばい。確かに。これ、めっちゃ怖い。それでは発表します。この中で人狼は誰でしょうか。だからそれだよ。気合いすごいっすね。それ引いて人狼で、もうその時点で決まってたんだ。うわ、休憩すげえみたいな。もうワクワクしながらずっと楽しいと思いながら。マジか。どういう作戦だったんですか。いやー、だからどっちにも行かないっていう、静かすぎず暴れすぎず真ん中でいるっていうのがめっちゃ意識した。普通に市民のように。そう、特にずらしも考えず、そう、どっちかに触れると目立つから、とにかく真ん中目でいくっていう。むずいんだよな。あ、選ばれる。いやー、ということで今回は人狼側の勝利でございました。むずいわ、くっそ。いいよ、レベルが上がってきてるね。白熱してますよ。めっちゃ白熱して、マジで悔しいわ。ということで、ぜひ人狼企画楽しんでくれた目指せ1万いいね、高評価とチャンネル登録お願いします。ということで、また次回の人狼企画でお会いしましょう。それではまたね。バイバイ。暑いわ、もう暑すぎる。めっちゃ暑い。トークの熱量がもうすごい。最悪だ。いや、気持ちいいんだな、これな。内藤さんに気持ちいい感じ出されるのやだ。それが多分みんな一番モヤモヤしておる。かけられるんだよ。いや、次楽しみ。